ントンキャンディーがバンド結成5周年の記念日でもある6月19日に新曲「花びらと生活音」を配信リリースすることを発表した。この楽曲はデモ音源の段階から SNS にアップ。そこからレコーディングの様子や弾き語り動画など楽曲の一部が続々と公開されていた楽曲。5月に出演した音楽フェス、カナツシーサイドキャンプでは、デモが出来上がって間もない、タイトルもついていない、新曲として、ゲリラ披露されていたという。サンピースだからこその洗練された音数で爽やかで、心地よさを感じるメロディとなっており、紬衣も、VOG は、歌詞について当たり前がそばにありすぎるから気づけなくて、それほどに近いから少しの変化に敏感になる、そんな歌ですと語っている。フルサイズの音源はまだ公開されていないが、コントンキャンディーのインスタグラムや TikTok などで音源の一部を聞くことができる。セルフライナーノーツ、当たり前がそばにありすぎるから気づけなくて、それほどに近いから少しの変化に敏感になる、そんな歌です。大切な人をより大切に思えるように、大好きな人をより大好きだと思えるように、あなたとの日々の生活音をこれからも愛していけますように。 VOGT 紬衣もリリース情報、2024年6月19日水曜日配信限定リリース、テンスデジタルシングル、花びらと生活音プレ、アド、プレセーブ、https、オーケド、co、花びらと生活音、コントンキャンディーワンマンツアー、コース2024年6月22日土曜日、東京、渋谷クラブクワトロソールドアウト、2024年7月6日、土曜日、大阪、梅田クラブクワトロ、2024年7月7日、日曜日、愛知、名古屋クラブクワトロ、一般販売受付中、https://eplus.jp/contonkandy/